皆さん、こんにちは。ハリキュー生態、ナルチ療院の院長、伊藤です、えー。今回はですね、夜寝つけない時って結構皆さんあるかと思うんですけれども、そんな時にどうやったらうまく寝れるかということについてお伝えしたいと思います。で、うちのクライアントさんにもですね、布団に入ってからなかなかこう寝つけないで困ってる、辛いっていう方って結構いらっしゃるんですよね。そうね。一番簡単なのは、まず目を閉じることね。 ちょっと待ってください。えー、っとこんなこと言っちゃなんですけれども目をつむって眠れるぐらいだったら皆さんこう悩むっていうか苦労しないと思うんですよね。あんたは単純ね。確かにそんな簡単じゃないわよ。なかなか寝つけない人がうまく寝るのってだからいろんな合わせ技が必要なのよ合わせ技っていうことはこういろんな方法をこう組み合わせるっていうことですかね。 そうよ。だから今回は、目を閉じるってことが大事って話をするから、黙って聞いてなさい。はい、わかりました。まあでも、本当に目を閉じるだけじゃ難しい人が多いと思うけど、結構大事なのよ。例えば、私もそうなんですけども、こう夜寝つけ寝ない時って、ついついこう本を読んじゃったり、スマホを見ちゃったりっていうことありますよね。 そうなのよ。ついね、寝れないことで不安になっちゃったりして、他のことがしたくなると思うの。でもね、目を開けていると、交感神経ってのが元気になっちゃうから、余計に頭が冴えちゃうのよ。交感神経って言うと、あれですよね、自律神経の中でも活動的な時に働く神経ですよね。そう。あのね、 まぶたを上げるときに使うミューラー筋ってのがあるんだけどこの筋肉は交感神経で働いてるのつまり目を開けてるだけで活動的なモードになっちゃうってことそうなんですねただ単にこう目を閉じると落ち着くっていうだけじゃなくてまぶたにはそんな仕組みがあったってことなんですねそうだから目を閉じるのって目つけないときって大事なのよ なるほど。じゃあ、えー、寝る時だけじゃなくって、仕事中とかでも、こう、ちょっと目を閉じればリラックスできるっていうことですかね。そうね。やることがたくさんあって、いっぱいいっぱいの時に、ちょっと目を閉じるだけでも少し落ち着くわよ。っていうか、あんたはもっと仕事しなさいよ。 確かに目を閉じるだけではそのまま寝るっていうのはちょっと難しいかもしれないですけども他のやり方というか工夫と組み合わせて自律神経をこうリラックスモードに変えるっていうのはすごい大事なことですよねそうね他にもいろんな方法があるからチャンネル登録しておくと便利よ寝れない時に何かいい方法ないかなって探しやすいから画面の下のチャンネル登録ってところをポチッと押すだけだから 簡単よ。はい、えー。ぜひ登録してもらえたらと思います。では、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。